今ですね、ルーマニアの首都のブカレストにいます。ブカレストの今いるところがですね、トイス広場、向こう側にトイス広場ってあるんですけど、トイス広場の周辺にいます。トイス広場周辺ですね。ですごいですね、この辺り多分ブカレストで一番繁華街ですね。多くのお店があります。ショッピングエリアとしても有名なんですけど、であちらが多分ショッピングセンター、マクドナルド、H&M が看板出てますけどね、あそこがですねショッピングセンターになってるんで、何か買いたい時とかはね、まあ多分ちょっとしたフードコートもあると思うんで行けると思います。でこう見てるとですね、すごいですねこのね、車の数ね、ここら辺が繁華街じゃよく分かりますね。向こう見てソニーの、ね、看板出てますね。日本の企業もね結構進出してたんですけどね、もしかしたらあんなに進出してなかったのかな。で今韓国の企業なんか結構入ってきちゃってるんですね、サムスンとかね。日本の企業って負けないようにしないといけないですね、うん、まあ日本車も結構トヨタとか走ってるんですよね、こう見てるとね、うん、でバスとか、あと交通手段としては地下鉄とかね、バスとかトラム、まあそういったものがありますね。まあ地下鉄1日券買ったりするといいかもしれないですね。バスですね、物流激しいんでね、渡るときは気をつけた方がいいと思います、引かれないように。でこれがトラム、やっぱ物流激しいですね。